ジュニア女子決勝進出、まずは先に決勝進出を決めました、ビブナンバー1番新潟県11歳オコセスラックライン部所属、田口千夏。対しますはビブナンバー6番、ビブナンバー5番、栃木県12歳岡田成美。両選手による争いです。さてどちらがその頂点に立つんでしょうか。ジャッジ準備はもう少しかかりますかね。キボン日本オープンスラックラインチャンピオンシップ2016、昨日から行われてまいりました予選の立ち上がり、両選手ついにジュニアクラス女子の部決勝戦とクライマックスを迎えております。今しめたジュニア男子決勝戦が終わりまして、その熱気そのようなまま女子へと移りたいと思います。ではジャッジの準備が整ったようです。最高のパフォーマンスを期待しましょう。皆さん応援よろしくお願いいたします。ジュニア女子決勝戦スタート。まずはコート上ラインの上に飛び出したのはビブナンバー5番岡田成美、栃木県12歳の選手、先ほど540、1回転半のトリックを決めています。今回も飛び出すんでしょうか。モーション360、まずは1回転決めていきます。対しますはビブナンバー1番ロンギー型で11歳オセスラキライン所属、田口千夏。それぞれレディーバウンスチェストからのワインティーバット、両方向に回転を加えながらバウンスのバリエーションをしっかりと見せていきます。フリーボール、いとも簡単に、非常に難しいトリックなんですがスムーズに行います。タイチャツ、さあ対します岡田成美オンザライン540、ここでいきなり決めてきました、1回転半。マイクのバントからは反対方向へのチェスト、アセンション1回転半、1回転回してきます、1回転スパイラル、さあ自らのできる技を確実に決めてくるミスのない田口千夏。そして岡田成美、こちらもしっかりとバウンス、そしてスタティックなトリックも挟んでいきます。トリックのバリエーション見せつけます。岡田成美360、足を抜き出して30秒切りました。スプリット、彼女たちの距離はわずか幅5センチ、そのナイロンベルトの上で両手だけでバランスを取るフロントレバー、さあ540のアセンションを狙っていきます。残り時間39秒としている岡田成美オンザライン、フリーフォール、相手からの540、確実に540は決めてきます。完全にトリックをものにしている岡田成美。さあここで残り時間10秒を切りました、田口千夏。それぞれの選手が1分半、
20秒の時間が流れています。ここでフットランが上がりましたが、ここから15秒間は18の半周、今ラインから降りました。全ての時間を伝えている第5陣4月。さあ対するは残り時間22�秒、岡田ナルビフリーフォーリング、ライン上には乗っています。ここで無駄がなりましたが、ここからの15秒間はジャッジの判定内となります。はい、今回もしっかり、しかも今度は逆方向に回してきました。ここで時間を使い切りました。岡田成美ジュニア女子決勝予選を戦いました。この2人どちらが勝者と輝くのか、ご注目ジャッジホールドアップ。というわけで2位岡田成美選手、どうぞご登壇ください。